はい、今回はネオジオポケットの AC アダプターです。AC アダプターいちいちやるんかいと思いますけど、まあもともとねこのチャンネルって、まあ、よくわかんないんですけど、あれですよ、型番がね一つ紹介していきたいというポリシーがかつてあったんですね。まあ今もあるんですけど、そうです、ネオジオポケット専用 AC アダプターです。 SNK 純正品になりますけど、型番これネオ P11020 というものになっています。でこれね言っておくことによって検索すると大体ねこいつがヒットするということなんですよ。だから型番は実は大切なんです。ということで、まあ前置きは置いておいてね、ネオジオポケット専用の AC アダプターになります。まあ SNK ですよね。まあこんな感じです。あ、こういう形があるんだ。まあパッケージもねなかなかこう販売台数がなかった分だけ、なかなか見たことがないかもしれませんし、いやよく見たよという人もいると思います。ということでこれがパッケージになりますね。ネオジオポケット用なんで、まあモノクロ用になってますけど、まあ原則ねネオジオポケットトータル3機種出てますけど、まあどれも同じだと思います。ただこのコネクタかなり小さいタイプですね。細いです。早速開けてみましょう。あ、入ってますね。じゃんと。まずはメガネプラグのコンセントですね。でこちらが、あ、AC アダプターになってます。じゃじゃんとね。はい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 、はい、どうだ。あ、 SNK AC アダプター SN09094、 よくわかりますね。メイドインジャパンですよ。メイドインジャパン。アウトプット 3.15V というね、ちょっと微妙な数字になってます。電流は 0.15A と極めて小さいですね。はい、まあ 150mA です。技的 OK、 技的なのかな。でまあこちらをね挿して使うと、待てよ、ちょっとこのプラグ見てみようかな。プラグですよ。かなり細いんですね。ほら、あー、ゲームボーイポケット以降のやつに近いかな。刺さるのかな。ただねちょっと規格が違うと問題がありますけどね。センターなんとかとかは書いてないな。書いてないですね。極性がよくわからん。こっちに書いてあったっけ。こっちには書いてないな。この時代はどうなのかな。もうセンタープラスに統一された時代でしたっけ。はい、刺されました。そりゃ刺さると思いますけど、いや、非常に細いですね。あとでちょっとポケット持ってきて刺してみたいと思いますが、ちょっとこれ細すぎかな、違うかな。あ、ちょうどここにポケットの AC アダプター落ちてる。いや、わざとじゃなくて本当に偶然。あ、この間ちょっと作ったからだね。あ、同じっぽいよ、ほら同じだ。ゲームボーイポケットとね同じっぽいね。同じっぽい。あ、刺さるかやってみるか。刺さるかどうかだけね。あ、刺さりました。ふらつきなし。同じだ。問題はポケットとどうですかね。こっち、あ、電流値は高めになってます。 3V いけそうですね。あとは極性だな。極性なんでこれ乗ってないんだろう。書いてほしいな。書いてほしい。なぜないよね。普通書くよ。まあいいか。まあ後でちょっと測ってみたいと思います。測れば分かります。こことね、ここに挿してみれば。じゃあ早速ね通電させてみたいと思いますが、こっちはちょっと電池外しとかないと、バッテリーで動いてるのか AC アダプターで動いてるのかが分かりませんからね。はい、引っこ抜いてしまいました。反対だよ。
いやー、まさかポケットと一緒とはね。これじゃあ買わなくてもいいやんってなっちゃうね。まだちょっと分かんないよ、極性が土壇場で違うかもしれないから後で測ってみますね。はい、コンセントに挿してきました。ここに挿してこのプラグを、長いな、かなり長い。はい、ここに挿します。プスッと、小さいんでね、なんか折れそうで怖いな。はい、刺さりました。で、電池抜いてあります。さあ、電源オン。映った、映りましたよ。通電 OK。 はい、来ましたね。ということで、たわいもない話なんですけど、こちらね、専用 AC アダプターです。こちら、うん。じゃあさ、ポケットの AC アダプターいけるのかなということでね、ちょっと挿してみたいと思います。じゃあね、ちょっとインチキしてるといけないから、これね、ちゃんとこちらの補助電源を使って、こっからちゃんとポケットの AC アダプターを使ってやってるぞということをね、証拠として残すためにこちらから電源を供給します。入ったかな、入ってますね。で、このままね、こうシグシグシグっと、まあ、ポケットの方は先端がこのような形ね、まっすぐなタイプで、先ほどのネオジオポケット専用って書いてあった方はこのように曲がってましたんでね、これ挿してみたいと思います。今ここから来てますね、これ。では、はい、電池もない、挿します。入んない、落ちた、よし、入った。電源オン、いけましたよ。ゲームボーイポケット。互換性ありですね。まあ大体、ゲームボーイポケット用の方が、電流値が高くなってます。電流値が高い分には問題ないですね。なので、使うことができます。電圧が若干小さいですけど、まあそれは、誤差とは言わないけども、大した差じゃないかなと。3ボルトです。電池もね、3ボルト以下で動いてると思いますんで、まあ全然問題ないのかなと思いますよ。ほらほら、できますね。問題ない。なのでまあ、ポケットの AC アダプター持ってる人は、代わりになりますね、代わりに。まあどうしてもこう、箱から揃いたいなんていう人は、ぜひね、このパッケージです。このパッケージ、ネオジオポケット専用 AC アダプター、型番はこちら。まあこれで探せば見つかる可能性が高いですといった感じですね。ネオジオポケット専用 AC アダプターでした。ではまた。ではまたじゃない。せっかくなんでその逆もやっときたいですね。万が一こちらですよ、ネオジオポケットの AC アダプター持ってるんだけど、最近ね、ゲームボーイカラーを買った、使えるのかなという人もいるかもしれません。極めて珍しいですけど、いや当時ね、ネオジオしか認めんという人がね、最近ゲームボーイにハマったよというやつですよ。だって当時ね、 I'm not boy と、私は少年ではないということでね、かなり刺激的なコマーシャルがありましたけどね、今ね、やっぱゲームボーイがいいなということで、戻ってきた人のためにネオジオポケットの AC アダプターでゲームボーイカラー、ライト、ポケット動くでしょうかというやつです。まあその中で今回は代表的にね、カラー持ってきました。あれ、あ、これイヤホンじゃん。ここですよ、細いとこね、プス。さあ、電池抜いてある。電源オン、電源オン、来ましたね、来ましたね。まあ、あ、なになに。なになに、これは何が起きてる。えい、ノアノア。
大丈夫ですね。ちょっとバグです、バグ。まあ人生といえばね、そういったことがありますよ。問題ないですね。動きます。まあさっきの問題あったんじゃねえのって気もしますが、まあちょっと接触不良でしょうかね。多分外れちゃったんだと思いますよ。ただし、まあしっかりしてます。ほら、しっかり張ってなかったんですね。ということで、ゲームボーイカラー本体にもね、こちらのネオジオポケット用の AC アダプターが刺さってかつ使います。まあ電圧ほぼ一緒、電流値がね、あ、電流値がちょっと低いんだな、電流値ちょっと低いんだけど、うん、150mAなんだね。ゲームボーイポケットの方はどこ行った、ゲームボーイポケットの方は 300mAなんですよね。ちょっと電流値が低いのが気になりますね。うん、ただフルに全部使うわけじゃないんですけど、あ、そうか、これ特にねバックライト液晶にしちゃってるんで、うん、その辺がどう影響するんでしょうかと思ったんですが、一応動いてます。逆はあんまりやらない方がいいかな、悩ましい。動くは動くと思うんですけどね、突然止まっちゃったりとかしたらゲームによっては泣けますよね。ということで、とりあえずは問題なく動いてます。今度こそ、ではまた。